今 GoPro の操作を声で操作するやり方をとってます。これは山で GoPro を操作するときに、手袋を脱がないでも操作できるようにしようというのが狙いです。そのためのトレーニングも兼ねています。 GoPro に、関しては1台はジンバルを使って、1台は首にくくりつけて GoPro を操作しようと思ってます。首に関しては、操作の仕様がほとんどなく上下しかないかと思うんですけど、ジンバルに関しては腕をこう伸ばしてみたり、あるいは角度をちょっと変えてみたりすることで、その様子を撮影していきたいというふうに思います。実際 GoPro を使ってみて電池の持ちが心配です。暑い環境で GoPro を使ってますので、片道 30-40 分のこの散歩コースもまるまる電池を使い切ってしまうという状態になっています。ですので取りっぱなしということは多分できない、そう思います。取りっぱなしはできませんが、要所要所止めながら撮影をしていきたいというふうに思います。また、虫対策も考えておりまして、この撮影時に結構画面上に虫が入ってきてました。体に虫除けスプレーをつけるのは当然としましても、実際に、山に入るときは長袖を着ますので、長袖は、虫を寄せつけないタイプの生地を使ったと言われている、レインジャケットでも言うんでしょうか、雨にもそこそこ耐えれる上着を用意しました。まあ、これらを装備して朝日岳に登ろうと計画しています。朝日岳は何度か登ったことがあるんですが、一人で山に入ることは今回初めてになります。一人で入りますので、基本無理はできません。目標としてはロープウェイの、登山口から登っていこうと思ってます。正面に見えているこれが、朝日岳です。 GoPro ビデオストップ。